トラベラーチャンネル。こんにちは。 JSA で海外ウェディングとハネムーンを担当している早川です。本日お話しするテーマはこちら、海外挙式&ハネムーン、国都市別ベストシーズンはということで、海外ウェディング一番人気の、ハワイのこのワイキキビーチダイヤモンドヘッドの、風景なんですが、この海外挙式に行きたいなっていうふうに考えている方が、本当に気になる点っていうのがちょっとここじゃないかなっていう、まあ、いつこう行ったらいい時期なのか、いい状態で海外で結婚式ができるのかっていうのを、まあ、国や都市別で今日はご案内していこうと思います。で、全部の国をこうご案内するとちょっとあれなので、特に、その国都市でこのまあ、ベストシーズンっていうのが重要になってくる場所っていうのが、皆さんこうご存知の、リゾート、まあ、ハワイをはじめリゾートだと思いますので、今日は、海外ウェディング、日本人がこう海外で結婚式が挙げれるリゾートの中で、まあ、いつがベストシーズンなのかっていうお話をしていきたいと思います。お話しする内容としては、こちらになりますが、そのリゾートなんですけど、10カ所選びました。1番ハワイ、2番グアム、3番バリ島、4番プーケット、5番ケアンズ、オーストラリアのケアンズ、6番が、ニューカレドニア、7番が、タヒチ、8番モルディブ、9番サントリン島、ギリシャのサントリン島、最後10番が、知らない方もいらっしゃるかもしれないけど、マルタということで、10個の、国や都市の、ベストシーズンっていうのをご案内していきたいと思います。じゃあまず、1番ハワイですね。海外ウェディング圧倒的一番人気の、ハワイ、まあ、いつ行ったらこうハワイは、いい時期なのかっていうことで、まあ、ただ基本ハワイは、いつ行かれてもまあ、いい時期なんじゃないかなっていうのが、あるんですけど、まあ、ちょっとここに書きいたしました。7月から、7月の上旬、あと9月下旬から11月中旬ということで、まあ、ここに載ってない12月から3月なんですけど、その時期がハワイはすごく珍しいんですけど、冬の時期、ハワイの冬の時期の12月から3月の時期が雨季になるために、ちょっと、このベストシーズンからは、外してあります。ただハワイの雨季は他の国の他のリゾートと比べるとそれほど降水量が多くなく、あとまあちょっとここにこう書いたコーラー山脈っていう、ちょっとこう見づらいかもしれない、ハワイのオアフ島の地図なんですけど、ここにコーラー山脈っていう山があって、この貿易風っていうのがハワイは常にちょっとこう地球のまあ自転からするとこっちから西から東にこう風が吹くイメージなんですけど、ハワイはこの貿易風がこの東からこう西南西に向かってですかね、こう吹き下ろすみたいな。で、このコーラー山脈にあたって、このハワイの雨が降るポイントっていうのが、この山脈のこの辺りが結構こう雨が降って、まあ、ワイキキ、あとこの平野があるこのワイキキ周辺のところは、それほど、まあ、降水量が多くない感じになってますので、まあ、ハワイに関して言うと、まあ、どの時期に行かれても、雨に関してはそう心配ではないかなっていう、まあ、結構ハワイってレインボーアイランドっていうふうにも言われてるんですけど、こうパーッとこう、まあ、スコール的な雨がこう降って、こう虹がこうできてすぐ晴れるみたいな、一日中こう雨が降ってこう曇り空でっていうのは、まあ、めったにないかなと思います。で、あともう一つ、価格っていう部分で、この本当はね、この8月、まあ、9月上旬っていうのも、まあ、ベストシーズンに入れてもいい時期ではあるんですけど、もう本当にハワイはこう夏休みの時期はもうお値段がポーンとこう、特にお盆の時期は値段が上がってしまうので、まあ、価格的に海外ウェディングで、行かれる方の、まあ、ベストシーズンっていうところからちょっと、今回外させていただきましたので、まあ、夏休みに入る前の7月上旬、あと、9月の、下旬以降、11月中旬までが、ベストシーズンということで、お伝えしております。はい、じゃあ次。2番、グアム
ということで、グアムもね、ご家族の方と一緒にこう、まあ、海外で結婚式を挙げに行きたいなっていう方多いと思いますが、グアムはもう本当にこう、まあ、雨季寒季っていうのが、あって、で、グアムに関してはこの11月下旬から5月の、中旬までが、まあ、ベストシーズンっていうふうに、まあ、言われている時期で、まあ、やっぱりこう寒気の時期ですね。冬から、春にかけて、雨がこう少ない時期。なので、まあ、ここが、まあ、基本的にもベストシーズン。まあ、ただ年末年始はね、ちょっと料金が高くなってしまうので、外してもらった方がいいかなと思いますが、まあ、ベストシーズンはこの時期。で、あとこの台風ってこう書いたのは、結構ね、グアムもこの雨季の方の時期に当てはまるんですけど、まあ、6月ぐらいからこう台風が結構発生して、特に9月ですね。9月が結構台風の時期に当てはまるので、まあ、グアムの結婚式の行かれる方に関しては、9月はちょっと外した方がいいんじゃないかなっていうのと、あとこのサンクスギビングっていうのが11月の中旬下旬にあるので、このサンクスギビングを目当てに結構こうお買い物しにこうグアムに行きたいっていう方が多いと思うので、まあその時期が割とこう飛行機が早い段階からまあ混んだりしますので、まあ11月下旬からこうベストシーズンって書いてあるんですけど、この11月下旬はこのサンクスギビングがあるので、まあここをちょっと要注意っていう感じで、見ていただけるといいんじゃないかと思います。はい、じゃあ続いて3番、バリ島ですね。バリ島も、まあ、雨季寒季がはっきりこう分かれている場所で、バリの雨季は結構降るので、まあ、できたらこの4月から、7月中旬、9月下旬から11月上旬っていう、もう本当ハワイとこう似てるこう時期なんですけど、この時期が、ベストシーズン。で、ここに書いた季節逆転っていうのは、バリ島は実は、知らない方も多いと思うんですけど、赤道よりもちょっと南にあるので、まあ、日本とは季節が、真逆になっていて、12月が日本だと冬なんですけど、バリ島だとまあ夏の時期。で、やっぱりこう、リゾートは夏に雨がこう多くなるので、この12月近辺ですね。12月、1月、2月、3月は、まあ、夏ということで、雨が、多く。で、このバリの雨はスコールの雨で、ブワーっとこう、すごい雨が降って、まあ、止むっていう感じなんですが、必ずこう、バリの、雨季はスコールがこう降る感じなので、もうこのバリの12月から3月はできたら、まあ、ウェディングで行かれる方に関しては、まあ、避けてもらった方が、いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、続いて4番、プーケット。タイの、リゾートなんですけど、プーケットの、結婚式に関しては、11月から5月が、ベストシーズン。で、このベストシーズンの中に入っている4月、5月。まあ、これが、ちょっとこう、プーケットの、まあ、冬の時期で、まあ、冬の時期の寒気、雨が少なくなる時期なんですけど、雨は少ないんですけど、実はこの4月5月は、この、初期って言って、こう、かなり、こう、ムシムシ暑くなる、こう、夏の時期なので、この4月5月に関しては、まあ、ちょっとできたら外してもらった方がいいかな、と思いますが、まあ、雨は少ない時期なので、まあ、おすすめ。で、この旧正月っていうのは、1月、2月、毎年こう変わる旧正月なんですけど、これ何かっていうと、その、まあ、中国をはじめ、アジア諸国で、結構この旧暦のお正月をお祝いするっていう、まあ、そこが、まあ、日本っていうゴールデンウィーク、あと年末年始のお休みみたいな、こう、長期連休になるので、もう、旅行客がもう、ぶわっとこう、来る時期。まあ、値段も上がるし、現地も混んでるっていうことなので、まあ、ウェディングで行かれる方は時期が結構、まあ、融通が効くと思いますので、この、旧正月にあたる日、その週は、外していただいた方が、まあ、絶対いいんじゃないかなと思いますので、プーケットに関しては11月から5月ベストシーズンで、まあ、この4月5月の初期と、旧正月1月2月のその1週間は外していただいた方がいいと思います。はい。じゃあ、続いて5番、ケアンズ。ということで、ケアンズは、オーストラリアの、まあ、玄関口なんですが、まあ、このグレートバリアリーフが、まあ、すごく世界遺産で有名な、まあ、リゾート地なんですけど、まあ、5月から、11月、ケアンズもバリ島と一緒で、まあ、気候がこう逆なので、まあ、ちょうど、まあ、春から、ごめんなさい、こう春から、逆なので、ごめんなさい。秋から冬ですね。ごめんなさい。12月から4月までが、夏の時期っていう感じなので、雨が多くなってしまうので、ケアンズに関しては、現地が、まあ、ちょっと冬の時期っていうか、まあ、秋から冬の時期、5月から11月ぐらいが、完全にこの雨季と寒季がケアンズも分かれるので、まあ、おすすめの時期。
で、特に3月以外って書いてあるのは、3月はもうケアンズの中で一番降水量が、上がる時期で、まあ、この3月は、雨の降る量が、あと日にちもすごく多いので、まあ、できたら外してもらった方が、いいかなっていう、感じです。はい、じゃあ続いて、どんどんいきます。6番目は、ニューカレドニアですね。ニューカレドニアも南半球の、リゾートですが、この5月から、12月、ケアンズと、まあ、同じ感じで、5月から12月の時期が、まあ、冬の時期ということで、降水量が少ないのでおすすめ。で、ニューカレドニアに関しては、まあ、熱帯気候ということもあって、なんと一年中温暖、まあ、海にもこう入れるっていう、リゾート地なので、雨の量が基本少ないので、まあ、割とこう、夏の1月から4月に行かれても、そんなに心配されることはないかなっていうのが、まあ、ニューカレドニアの特徴で、この亜熱帯気候っていうのが、そういうちょっとこう、一年中通して、まあ、温暖で、気候的にもいいし、ちょっとただ、夏の時期が雨がちょっとこう、増えるかなっていう風なので、ベストシーズンとしては5月から、12月がおすすめになります。はい、じゃあ、続いて7番、タヒチですね。タヒチも、さっきのニューカレドニアと、まあ、同じような、まあ、位置関係、場所にあるので、4月から、10月が、まあ、ベストシーズンというふうに言われていて、まあ、タヒチは、亜熱帯海洋性気候ということで、まあ、ここも本当一年中こう温暖な、気候で、ただまあ、雨季の時期、11月から3月の時期は、まあ、スコールって言って、結構こう、このオテマル山っていう山があるので、結構山にこう、風が当たって、こう、雲がこうできて、スコールがこう、降ったりすることが、タヒチはあるので、まあ、タヒチもこの4月から10月の時期に結婚して行かれる方は、まあ、雨が少ない時期に行っていただいた方が絶対いいと思うので、まあ、この時期。やっぱりまあ7月、8月の夏休みの間はお値段が結構上がるので、まあ、そこを避けた4月から10月が、いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ8番。リゾートでもう大人気の、モルディブですね。モルディブは、気候帯が、北半球にあるので、まあ、12月から4月の、まあ、冬の時期ですね。冬から、まあ、春先の時期が、まあ、おすすめの、雨がこう少ない時期。で、雨季と乾季がやっぱりこうはっきり分かれるので、この5月から、11月っていう、まあ、夏の時期は結構雨が、降ります。ただ、まあ、モンスーンといって季節、風がこうよく吹くので、あと、大地と違って高い山とかもこうないので、結構できた雲は流れていってしまうので、まあ、モンスーンで、こう、スコールがこうパラパラっと降って、で、すぐまた晴れるみたいな。なので、できたら、この雨が少ないこの12月から4月がおすすめなんですけど、5月から11月に関しても、モルディブに関しては、それほど心配しなくて、いいんじゃないかなっていう、少し待つと、晴れ間が出てくるみたいな。こう感じで、まあ、夏の時期にちょっとこの、雨が、多くなるかなっていうような、感じです。はい。じゃあ、続いて9番。サントリーニ島ですね。ギリシャの、まあ、こういった白い、こう、まあ、リゾートホテルが、立ち並ぶサントリーニ島。ここの、まあ、ベストシーズンは5月から9月ということで、サントリーニ島は地中海性気候で、ここも本当年中こう温暖で、いつの時期行かれても、まあ、おすすめかなっていう感じなんですけど、この5月から9月っていうのは、気候というよりも、ここですね、ホテルクローズっていうふうにこう書いた、実は、このサントリー島に関しては、この10月と4月がちょうど微妙な時期ではあるんですけど、その10月から4月までは、ホテルがもう半分ぐらい閉まったり、もうほとんど閉まってしまう、もうクローズしてしまうっていう時期になってしまって、まあ、結婚式を挙げに行きたくても、現地がこうやってないみたいな、感じで、サントリー島での、まあ、結婚式を考えてる、行きたいなっていうふうに思われる方は、もう必ずこの5月から、9月の時期を、まあ、選んでいただいて、まあ、やっぱり8月、夏休みの時期はちょっと値段が上がるので、まあ、そこを避けていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後10番。私の大好きな、マルタですね。マルタは、2月から10月と結構こうベストシーズンが、長めな感じなんですけど、マルタは、ね、本当にこの東京とこう比べても、降雨量が年間で3分の1ぐらいしかこう降らない、まあ、地中海のイタリアの小南にポツンとこう浮かんでいる島国なんですけど、もうここは本当にこう温暖でこう年間10度以上ということで、最低気温がこう冬の時期でも10度を下回らないので、もう12月とかに行ってももう全然その寒くてこう
歩けないとかっていう風ではなく、まあ全然こう観光もできるんですけど、まあ2月から10月っていう風に書いたんですけど、マルタでこうしっかり泳げる時期がまあ5月から9月っていう時期なので、本当はまあ2月から10月結婚式にはベストシーズンなんですけど、泳ぎたいなっていう、リゾートとして泳ぎたいなっていう方は5月から9月ぐらいに行っていただけると、マルタは、いいんじゃないかなと思います。まあ今日は海外ウェディングができるリゾート地の、まあ、ベストシーズンということでお話をしましたが、まあ、海外ウェディングを、まあ、今年来年、したいけど、どの時期に行くのがいいのかなっていう、今日はちょっとこう気候中心でお話をしましたが、やっぱりこう価格面だったりとか、そういったご予算も知りたいなっていう方多いんじゃないかなと思いますので、まあぜひ、ちょっとこう具体的になってきて、こう話聞いてみたいなっていうふうに、なったら、声をかけていただければ、お見積もりとかもこうできますので、また、その際はよろしくお願いします。本日のご案内は以上になります。参考になっているという方は、いいねボタン、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。では失礼します。